た一日の始まりの挨拶はきっと毎日を笑顔で過ごせる魔法のおまじないだ。ある日ママが僕に言いました、ご飯を食べる前の挨拶はそっと幸せをかみしめるための魔法のスパイスだよ。言葉と言葉が巡り合ってこの世界を救い上げているから、おはようの数だけおやすみなさい、いただきますの数だけごちそうさま、いつもの言葉が響き合っていくつもの言葉が生まれてるよ。喧嘩をした後の挨拶はいつでも誰かと仲良しでられる魔法の合言葉さ。ある日ママが僕に言いました、お家に帰る時の挨拶は疲れた心に明かりを灯すような魔法のスイッチなのよ。言葉がすれ違って傷ついたり悲しむこともあるけど、ごめんねの数だけごめんなさい、ただ今の数だけお帰りなさい、何気ない